わかりますか？何がですか？グッドボタンを押してないんですよ、君たちは。いやで、メンバーなのに。そういうのは、うん、聞こえてるか、谷長。グッドボタン押してないんだぞ、メンバーなのに。いや、聞かせて。言い訳です。聞かせて。言い訳の時間ください、うん、じゃあ5分ください。あれ、サンキュー屋として動画を撮ってきて、はい、高評価、コメント、チャンネル登録お願いしますって言ってる君たちがグッドボタンを押していない。そのことに対して私は言っているね。たとえつまんなくてもグッドじゃなくてもそこはさ、やっぱりでもやっぱ面白いと思ったら押してます。それは視聴者でいいんす。その強要されたら押したくなくなるし、仕事です。そういうことはやっぱ言わんといてほしかったな。言わなおさんでしょ。強制グッドボタンです。そんなちょっと反論だけ、え、反論だけちょうだい。なぜ押さないのか、なぜ押さないのかを。なんか押してんだけどな、スマホ汚れてすのか。米粒みたいなのするって反応しないの。ああ、グッドボタンが反応しない。僕もこのね、スマホでね、いつもね、うん、5を押してるんですけどね、うん、5しか増えないんですよ。うん、ほらエラー出るしね。ああ、それ携帯じゃないよ。ちょっとりょうくん、じゃあグッドボタンのとこ行ってごらん。そんなおい、ついてる。え、ついてるじゃん、ほら。ほんとだ、さっきまで2だったのに3になってる。グッドボタン押してくださいね。押してます。どうしたのさ、誰かね、ちょっと今あ、言い訳させてください。もう一回、もう一個だけ言い訳させてください。やっぱね、いい動画にグッドボタンをやっぱみんな押したいじゃないですか。同じこと言うてない。いい動画に押したいと。はい。で、やっぱ、まあ、撮ってる、撮られてる側として、なんかまだ納得できてないなっていう部分が多々あると。うん。それじゃまだグッドを押せない。やっぱ納得してグッドを押したい。それだけです。うん、じゃあ、次から上がる動画は納得した動画が上がるってことですね。まあ、もちろん、そうですよね。そうですね。はい。自分が納得して、あ、面白いぞって分かってから、自信を持ってグッドと押していきたい。わかりました。それだけは言わせてください。これは言い訳です、確かに。ただまあプライドというかこだわり。でもね、見られてないんですよ、まず動画はね。動画見られてないから下から盛り上げていくしかないんですよ。自作自演でいいんですよ、しょうがないんですよ。僕たちの4つの票が、谷ちゃん聞こえてるか。かわいそう。僕たちのは、おらん時に僕たちの悪口言われてるぐらい嫌や。僕たちの4つの票がスタートなんですよ。最低グッド4つがスタートなんです。谷ちゃんでも意外と押してんだよな。谷ちゃん意外と押してる。本当かな。谷ちゃん本当かな。谷ちゃん意外とね、谷ちゃん今、あ、俺押してなかったっつってグッド増えてんじゃないの。谷ちゃん結構マメじゃん。ではちょっとタニチを信用してますね。今度はタニチョだったら携帯チェック入りますんでね。グッドボタン押してるかね。はい、そんな感じで終わりたいと思います。何の動画やろ。